とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。古代狩りなどの周回用装備を教えてくださいということですね。ありがとうございます。俺が使ってる周回用装備は、まあ、大体こんな感じです。アーティファクトに、稲妻の矢筒二つと羽を入れて、まあ、ぴょん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 しながら行く。まあ、それが一番周回用では無難じゃないかなと思ってます。アーティファクトは羽、稲妻の矢筒二つ。で、武器が、スカルの大釜。これはフロストサイスですね。フロストサイスに、流れ込む魂がついてれば OK だと思います。あと、途中で、キャプテンとか古代人が出てきたように一応ダイナモを入れてます。まあアーティファクトシナジーこの二つがついてればまあ間違いないでしょうね。でもまあ雑魚戦だけだったらば流れ込む魂これだけで大丈夫だと思います。で防具は俺は輝くローブを使ってます。これが一番火力が出るんだよね。アーティファクトのダメージも上がるし、これ稲妻フォーカスと大連を入れてます。うん。まあ、耐久力はそんなにないんだけども、火力がいいので、これ。で、もしも、デイリークエストとか、耐久力が必要な時は、ウィザーアーマーとかを装備してます。まあ、古代狩りだったら、別にこれでも大丈夫ですね。で、弓は、冬の指先を使ってますね。やっぱり、稲妻の矢筒の相性がいいのは、冬の指先。そして、ピンクスコーンドレル。この二つなんですよね。で、大体こっちの方かな。うん。まあ、気分によってはピンクスコーンドレルの方を使います。連鎖反応、バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージですね。やっぱりチャージ系を入れておいた方が俺はいいかなと思います。はい。では、実際、古代狩りどんな感じになるのか行ってみましょう。それでは行きましょうか。基本的には連射コントローラーを使って、アーティファクト全部、そして、弓だね、を、連打しながら、押しっぱなしで進んでいくだけですね。もうただただ、進んでいくだけ。ボタンを押しっぱなしにして。それがまあ高速周回で一番いいのではないでしょうか。まあ、この稲妻の矢筒でね、敵はバシバシ倒していけるし、羽を使ってるので移動も早いということで、これが本当に一番いいですね。で、注意点としては、やっぱり弱点があります。どのビルドもそうだけども弱点っていうのが存在して、これはね、変更に極端に弱いです。変更なので、エンチャントの敵で変更が現れたらマジで注意しなきゃいけません。うん、対策としては、まあ、とにかく早く気づいて攻撃をやめること。うん、で、このなんだ、近接武器がダイナモがついてるので、そのダイナモで倒すんだよね。うん、ダイナモ20ついてるので。まあまあまあ、変更がついてるエンチャの時でもワンパンで倒すことができますので、まあとにかく早く気づくことですよ。気づかなかったら、まあ3、4発でやられますね。うん。3、4発でやられるので、まあとにかく早く気づく。で、こうネームドが出てきたら、ダイナモで一発で倒す。そんな感じですね。うん。まあ、とにかく、この羽でぴょん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 していくっていうのが早いです。とにかく早い。でね、この装備は耐久力が結構低いんですよ。うん。武器の中でも、おお、危ない。変更。これね。変更が来たら、近接で倒す。こんな感じですね。で、この防具は、耐久力が、まあ、全防具中でも結構下の方なんですよ。耐久力が。なので、251とかで使うのであれば、ちょっとね、やられやすいかもしれない。なので、そういう時は、ウィザーアーマーとかね、うん、火力が若干減るんだけども、耐久力が抜群なので、ウィザーアーマーを使ってみてください。うん、防具はもうほんとね、俺、ウィザーアーマーめちゃくちゃ押してる。あれが本当に強いんで。
ウィザーマーは間違いないと思います。古代人出るか、あ出ないな。いや古代人これいないな。あーゴールだゴールだ。古代人いなかったな。うん、まあまあいたとしてもダイナモで2発ぐらいで倒せるので大丈夫ですね。とりあえずクリアです。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。古代狩りなどの雑魚敵用の周回装備は俺はこれをおすすめします。稲妻の矢筒を2つつけて羽、そして武器に流れ込む魂がついてる装備ですね。で防具は輝くローブの、帯電と稲妻フォーカス、これがついてると結構強いですし、ポーションバリアで耐久力を上げてください。で弓は冬の指先もしくは、ピンクスコーンドレルあたりがいいと思います。連鎖反応、バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、このアーティファクトチャージかロールチャージ、この2つが俺はポイントだと思います。ついてるとかなり快適になりますのでつけた方がいいですね。でもしくは、輝くローブの耐久力がちょっと問題あるなっていう時は、ウィザーアーマーなんかを装備するといいですね。うん、ウィザーアーマーで、ウィザーアーマーはもともと HP 吸収があるので流れ込む魂はそんなに必要ありません。ツタの鞭を装備して、火力をゴリ上げしてあげるといいと思います。うん、まあツタの鞭だったらばボス戦とかでも全然使えるので、まあこれもありだと思いますね。まあとにかく稲妻の矢筒ビルド、これが今のですね周回用装備では一番いいんじゃないかな。安定しますね。ただし変更にだけは気をつけてください。変更の敵が来るとまずやられますので速攻で気づいて攻撃をやめるようにしてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。